Hiya, I'm Wanda. Welcome to Horeever Anime. In the last episode of My Senpai is Annoying, Takeda treated Futaba to a night out to celebrate their successful presentation. A drunken Futaba went on to confess her feelings to Takeda. What will happen next now that the cat's out of the bag? Takeda-kun, gohan demo issho ni dou kana? Ii ssu ne. Shimatta.その。おっと、そうだ。急ぎの用事を一つ忘れてました。だけど、ご飯はまた今度。五十嵐、飯行くか？お、はい。お前、昨日のことまだ気にしてたのかよ。だから朝から腹痛そうな顔してたのかな。笑いすぎ、うざすぎるんですけど。もう。すまんすまん。うん、心配すんな。酔った勢いだって分かってるからよ。He didn't believe her. I don't know what's worse. Is that Sakura? It is.外で見るとレベルの高さがより際立つな。我が社の人気ナンバーワンだからね。That doesn't surprise me. 我が何度誘ってもあの素敵な笑顔でいつもやんわりと断るんだ。いじ方だけじゃないから。え、何？かせめお前も桜井さん誘ったのか？まさか。俺たちレベルじゃどう考えても無理でしょう。I think she actually likes Kazuma though, for some reason. Senpai, お先に失礼します。おう、なんか急いでんな。用事でもあんのか？今日はこれから友達と買い物へ行くので。そっか、気をつけてな。はい。迷子にならないようにな。子供じゃありませんから。あ、お姉さん今暇？おーい、お姉さん。 He's a creep。 聞いてる？夏美、お待たせ。こっちまで来てくれてありがとね。ランニングのついでだし気にしないで。いいの？いいのいいの。買い物前にちょっとゲーセン行こう。なるほど。胸か。夏美、ゲームの腕落ちてないね。まあね。キャンペーン中でーす。よろしければお一つどうぞ。かわいいくめにくんはとても柔らかいですよ。お一つどうぞ。無料でお配りしてます。在庫処分かしらね。いらない。Futaba, of course, will take one.ありがとうございます。ふたばってそういうの本当好きよね。可愛いから。おね、ねえ夏美。ちょっと私気になる服があって試着してきてもいいかな？ Is she going to put those in her bra? Oh my goodness. Oh no!
しいな。しまった。駅前で解散したとき取っておくんだった。でもまあ知り合いに見られなければ。そういえば友達と買い物行くって言ってたな。はい。何買ったんだ？ He didn't even notice. 一人は何を？マザマの後輩の試合見に行ってたんだよ。今度。カズマ of course noticed. とかよくわからなくて。いや、俺たちはここで。じゃあな。武田さん、ん？五十嵐ちゃん、いつもと少し違いませんでした。ああ、特に違わねえぞ。笑われすらしなかった。そもそも気づかれもしなかった。これはもう決定的だ。私は武田先輩に全く女性に見えない。 You know what? I don't think Takeda sees anyone in his office romantically. He's just not that kind of guy. Is that her grandfather?私の胸がいきなり大きくなってたらどう思う？何の話かな？実はいろいろあって一時的に胸が大きくなったんだけど、友達が気づいてさえくれなくて。おじいちゃんはどう思う？めったにない愛想からの相談のとは、ここは祖父としてしっかり世話をしてやらんば。ふたば、お前の魅力は胸なんかに収まらねえ。きっとその相手さんもふたばのいろんな眩しさで胸が小さいところなんだ。ふたば、しまった、電池切れちゃった。武田先輩は悪くないのに、どうしてムカムカするんだろう。いやさすが桜井さん、このデータの表見やすくてすごくいいよ。大したことじゃ、それが私の仕事ですし。いやいや、大したものだよ。桜井さんに頼んで大正解だ。俺におごらせてよ。今夜一緒に飲みに行かない？すみません、今日は用事がありますので。じゃあ明日は。Oh dude, no. You're too pushy. Back up. お電話です。はい、すみません、失礼します。お待たせしました、桜井です。ん？もしもし？お元気ですか？風間くん？ Where is he? すみません、間違えました。He's cute though. 桜井さん、どうかした？おかしな間違い電話で。いやーね。い
りだな。持ち上げてやろうか。Oh God。めっちゃ、それ女性に言うセリフじゃないですよ。女子だろ。What did he do? Did he take something? Just a moment. Halasu! Halasu! Oh! Wow! Nana take away yourself.お前のスカートの中に盗撮したぞ。ああ、ゴース。ごめんなさい。ダメだ、許さん。武田先輩、柔道やってたんですね。おお、すごいだろ。紅白帯だぞ。いや、私帯とかよくわからないんで。学生時代結構マジでやってたからな。でも、経験者が素人投げて大丈夫なんですか？帯、剥奪されるかもな。え？それって、まずいんじゃ。帯がなくなるより、後輩傷つけられる方が嫌だろ。一応、先輩だからな。間違い電話ありがとう。間違えただけだから。今日これから予定ある？家帰ってゲームするくらいだけど。よかったらご飯一緒に食べに行かない？ああ、五十嵐ちゃんも一緒に。ううん、双葉ちゃんは取引先から直帰するって。ラーメンとか好き？好き。じゃあラーメンで。あ、oh. I'm happy for those two。 しっかり飯食いそびれたな。ですね、お腹ペコペコです。へい、お待ち。お、来た来た。でも先輩も少しはかっこいいところあるんですね。ほんのちょっとだけ見直しました。まあ、五十嵐も特殊なタイプには女性と。お前、いいパンチ持ってんな。小さいのに。小さいは余計です。 It's funny that everyone in the office notices how much Futaba likes Takeda, except for Takeda.I really do think that it's not just Futaba he doesn't see romantically. He doesn't think of anyone in the office that way. Kazuma crushing on Sakura is really cute, and I'm really happy that she asked him out on a date. Could we be witnessing a budding romance between them? I guess we'll find out in the next episode.